皆さんこんにちは、内見女子めぐみです。今回は吉祥寺の物件を内見してきました。吉祥寺は井の頭公園っていう大きい公園があったりとか、リラックスできる場所が多い街だなって行ってみて思いました。皆さんもこの動画で一緒にね、内見をしている気分になって見てくれたらなっていうふうに思います。ではでは、今日の動画スタート。失礼します。いらっしゃいませ。こんにちは。本日はよろしくお願いします。めぐみです。よろしくお願いします。キズナファクトリーなべきです。どうぞお帰りください。はい、ありがとうございます。本日どういう物件を探しですか？女の子が一人暮らしをするのに良さそうな物件があったらご紹介していただけたら嬉しいなって思ってきました。はい、わかりました。セキュリティとか、そうですね、というところですよね。はい、防犯面がしっかりしてると嬉しいなって思います。はい、そうですね、親御さんも安心なんで。そうですね、はい、場所はどちらでお探しですか？吉祥寺で探してます。あ、いいですね。これからの移動して物件を見ていただくので、その際にご説明できればと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。井の頭公園にやってきました。風が強い風が強い。吉祥寺といえば井の頭公園ということで今日やってきたわけですが、めっちゃボート並んでめっちゃ待機してるのよここやっぱいいですね。広いし、お散歩コースにはめちゃめちゃバッチリだと思います。今回吉祥寺でお部屋を探すんですが、いいお部屋が見つかって吉祥寺に住むってなったらもう毎日でも来ちゃいそうです。体験するのが楽しみです。物件に到着しました。今回の物件はここになります。ではでは、はい、早速入っていきたいと思います。すごい高級感がありますね。なんかこうオートロックらしいんで、すごい防犯面もしっかりしてて、であと防犯カメラもついてきたりとか、すごい安心して住めそうですね。お城みたい宅配ボックスも10個もある。いろんな大きさの宅配ボックスがあってすごい便利ですね。それでは入っていきたいと思います。エレベーターが来ましたね。はい、入って右手にエレベーターがあります。今回のお部屋は何階ですか？2階に至ります。2階だそうです。今回の物件こちらになります。はい、お邪魔します。扉がもうおしゃれ。お邪魔します。え、めっちゃ綺麗。光もね、結構入っていいですよね。そうですね。で、なんか入った瞬間すごい明るい印象を受けましたね。うん、いや、天井高が高いんですよ、普通の物件。そうですよね。2m70 ぐらいありますかね。こちらが収納になりますね。大きい。本当高さがあるだけあって収納力はすごい高いですね。今コートのパイプハンガーもですね、結構かかるようになってて。ね、奥行きも50センチですかね。なんで、まあ、女性の方のコートたくさんかけても大丈夫ですね。確かに今の時期とかすごい冬物のコートとかかさばっちゃったりとかすると思うんですけど、はい、ここならすごいたくさん入りそうです。次はこの壁壁がすごいおしゃれですね。特徴的だなと思って、はい、これあのコンクリートの打ちっぱなしでクロスじゃなくてですね、はい、ちゃんとコンクリートの打ちっぱなし、実物なんですけど、そうなんですか。でも湿気がそんなに出ないような加工がされているので、はい、夏場湿気が溜まってですね、ジメジメするようなことはこのケースはないので、あ、そんなに心配はないと思う。壁が白くないお家ってなかなかなくて、なかなかこれは珍しいですね。そうですよね、うん、これは何ですか？これモニター付きのインターホンなので、はい、オートロックが鳴るとここに顔が出てきて、うん、あ、じゃあオートロックついててすごい防犯面も、そうですね、しっかりしているということですね。はい、次ベランダの方行きます。まあ、標準的なサイズのベランダになりますね。そうですね、はい。まあ、定義で言うと正確にはバルコニーって言い方になるんですけど、はい、バルコニー覚えておこう。こちらを入れるところも、そうですね。これはダウンライトになっていて、でここに置いたものを照らすような感じ で、ね、イメージでつけているのかなと思って。私結構ポストカードを集めるのがすごい趣味なので、あの今のお部屋とかも結構ポストカードで壁埋め尽くしちゃってるんですけど、うん、そういうのを照らしたりとかもできて、すごいインテリアにいいですね。で、寝る前とかにそこのダウンライトだけつけて、うん、ちょっとくつろぐみたいなこともできますよね。いやー、これいいな。私結構ここお気に入りです
次キッチン見ていきたいんですけど、もうこのキッチンがめっちゃおしゃれなんですよ。赤色いいですね。めっちゃ珍しい。なんかここまでおしゃれなキッチンなかなか見たことがない。上の収納とかも全部赤で統一されてて結構入りますね。そうですね。あ、これ押して開くんですか。押して開くタイプですね。こうカチッ。あ、え、これいいな。結構上のもの取るときとかって、うん、ここ開けづらいみたいなことが結構あるので、このタイプ初めて見た。ここ冷蔵庫の幅も60センチですかね。60センチぐらい、そこそこ大きいの入りますね。そうですね。でシンクは結構奥行きがあるので、フライパンは普通に置いておきますね。こちらのコンロが2口になってますね。だから同時にお料理なんかもできちゃいます。これはお魚を焼くグリルですね。はい、グリルもついてます。下のところもすごい収納たくさんできそうです。一つになってるので、たくさん物が入れられそうです。このとってもね、ちょっと、ね、金色だったりしてちょっとおしゃれですここの照明がおしゃれなんです、うん、もうこの何色で。そうですね、なんかお料理したくなるキッチンかも、うん、ここ。次、お風呂ちょっと見ていきたいと思うんですが、ここでね、ちょっとお風呂見つけたんで、ちょっと入ってみたいと思います。それ恒例なんですか。あ、そうですね毎回入るんですよ、お風呂好きなので。よいしょ。私は結構ぴったりちょうど入って、もうすっぽり入っちゃう感じです。こんな感じ、いいかな。最近とか冬だからすごい長風呂とかしちゃうんですけど、ここだったらすごいね、快適な感じで過ごせます。で、ここが浴室乾燥ですね。あ、なるほど。で、あの梅雨とか外に干せないよっていう時もここの中で衣類乾燥があるので。あ、であと冬は寒い時は暖房をかけられるので、はい、え、めっちゃいい。あと乾燥機ずっと回す時はタイマーで回すこともできて、はい、あ、じゃあもう切り忘れとかがないよっていうことですね。いやーすごい。で、お湯張りの機能もありますと。はい、私的にこの予備暖房っていうのが初めて見たんですけど、うん、この今は冬ですごい寒いじゃないですか。シャワーずっと出しっぱなし、うん、とかしちゃって、お水もったいないなとか思いながらも、うん、でも寒いからってしてたんですけど、こういう機能があると冬でも寒くなくできるかなって思います。予備暖房おすすめです。ちょっと新しい物件になると冷房ついてるのも結構あります、最近のお風呂進化してますね初めて見た。じゃあ次は洗濯機置き場見ていきたいと思うんですけど、ドアついてるんですけど、私これ初めて見たんですよ結構多いんですよ。あのこの物件はですね、はい、分譲賃貸なんです、はい、で分譲賃貸は普通 の賃貸マンションよりもグレードが高いので、はい、まあ、こういった扉がついてる仕様とか、先ほどのこのキッチンとか、この扉がついてるっていうことで、すごい音とかもあんまり気にならないですよね、うん、私、まあ、誰か来られた時も、はい、あの生活感が結構なくなるので、この扉があるとですね。そうですね、はい、高評ですね。いいので、電気もつくからすごい明るいし、うん、で上にもちゃんと収納があって、洗剤とかを置けたりとかもしそうですね。で次、この洗濯機置き場のお向かいですね、こちらがトイレになってます。じゃあこちらちょっと見ていきたいと思います。床がすごいタイルになってておしゃれです、うん、このお家全体的におしゃれ。ここも映してもらって、はい、するか。あ、できますね。いやなんかやだ、おしゃれデザインでってことですか。そうですね、あの上が天井が抜いてあって、はい、で剥き出しになってるんですけど、はい、それをフェンスで覆ってるような形でデザイン性を良くしてるっていう形ですね。おしゃれで、トイレのところなんですけど、上のところがこれまたおしゃれな感じの収納になってて、たくさん物が入りそうだし、うん、隠せるっていうのがまずいいな、うん、そうですね。水洗すごく大事で、はい、これがあのこういう回すのが2個ついてるとちょっと古臭く感じると思うんですけど、はい、そうですよね。このちゃんと1本の水洗で、はい、あったかいのと冷たいのが出ますと、当然あのシャワールームも一緒なので、はい、ここが、まあ、あの分譲ならではというか、うん、いいポイントかなと思います。給湯器とかのここが
あるかないかでまたこれも古臭く見えたり見えなかったり、はい、スイッチプレートもそうなんですよ、はい、普通の小さいスイッチをバチッと押すよりもこういったスイッチだとすごく新しくて綺麗に見えるっていうのもポイントですね。仏教ならではかなと思います。うん、すごいなんか細かい気配りがすごいたくさんされてるお家だなっていう印象を受けました。あともう一個、ここにコンセントがあるんですよ。私これ結構お気に入り。多分ケトルとかですかね、はい、そうですね。最後ちょっと玄関ですね、はい、ここが2つ鍵があるので両方とも、違う鍵も設定できるんで、はい、違う鍵にしたら2本ないと理論上開かないとかっていうことができるよってことですね。じゃあより安心な、はい、鏡ですか、ね、そうですね。なんか姿見だったら家出るときにちょっと見たいみたいな、最終確認みたいなこともここでできちゃいます。そこまで広くないから、もうお掃除とかもしやすそうですし、いいなって思います。であ、靴箱ですね。あとここ上と下と分かれてるんですね。結構入りますね。あ、ブーツなんかも入りそうですね。もちろん高さ調整できるんで、あ、はい、スニーカーばっかりだよっていう人は、ここの間隔を狭くしたりとか、そうですよね。いやいや私はブーツすごいいっぱい持ってるからっていう人はここを抜いたりとかも、そうですそうです、できるってことですよね。はい、これいいな、高さ調節できるそうです。今回物件いかがだったんですか？この物件はとにかくおしゃれですね。なんかキッチンもそうですし、ダウンライトだったりとか、あと天井がインテリアがすごいおしゃれで、すごいね、住みたくなるお家でした。エンディングの後に家賃を発表するので、ぜひ最後まで見てくださいね。また内見してる様子が見たいと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。キズナファクトリーさんも YouTube、Twitter やられてるんですよね。はい、やらせていただいてまして、東京不動産大学っていう YouTube チャンネルで、はい、物件の買い方ですね、購入者の方をメインにどういうものを買ったら資産価値が下がらないとかですね、どういう場所にお住まいになられるとあなたのライフスタイルになってますよっていう役に立つものをたくさんあげてますので、はい、ぜひ。じゃあそちらも合わせてチェックということで、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ家賃がいくらだと思ったかコメントしてくださいね。また物件を探している人、引っ越し屋の意見が好きな人はぜひ LINE アットに登録よろしくお願いします。今ならガイドブックもらえるよ。このお部屋の家賃は8万8000円でした。イエーイ。本当に私も住みたくなっちゃいました。今回の内見はいかがでしたか？また新しい物件も内見していきたいと思っているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。